新潟市音楽文化会館は、新潟県新潟市中央区の白山公園にあるホール施設。施設は、新潟市が所有し、財団法人新潟市芸術文化振興財団が、指定管理者として運営管理を行っている。1964年に開催された第19回、新潟国体の成功と、大会直後の6月16日に発生した。 新潟地震からの復興に至る背景から、新潟市は1968年9月、文化都市として、より一層発展させることを目指して、スポーツと音楽に親しむ市民運動推進協議会を発足させ、同年10月10日に全国に先駆け、新潟市スポーツと音楽都市宣言を行った。だが当時、市内の本格的な公営ホール施設は1938年開館の、 新潟市公会堂と、宣言前年の1967年に開館した、新潟県民会館の白山公園内の2施設のみ。そのため、ホール数が不足していたことから、音楽をはじめとする文化活動の振興を図るには、決して良好な環境ではなかった。こうしたことから、宣言以降、市内の音楽愛好者やオーケストラ、声楽をはじめとする、 音楽団体や舞台芸術団体の間で音楽、舞台を気軽に練習したり、その成果を発表するためのホール施設に対する要望が高まり、1971年にはこれら団体を中心として音楽センターの建設促進を求める署名活動が行われた。市ではその後検討を進め、昭和大橋に沈めにあった新潟シェーブ土城の立地に ホール施設の建設を決定。1976年9月18日に着工し、1977年10月20日に、竣工。同年11月19日に開館した。開館以来、施設名称を略した音文の通称で親しまれ、アマチュアを中心とした各種音楽、舞台芸術の練習場や発表会の会場として活用されており、またプロの演奏会。 コンサートイベントなどもしばしば行われている。なお、開館当初、1階には、武道場が設けられた。これは前日の旧武道場の撤去に際し、市内に施設が別途整備されるまでの間、暫定的に練習場を確保することを目的に、設置されたものであった。その後、1983年に、新潟市鳥屋の総合体育館が竣工し、道館内に、 武道場が設置されたのに伴って、同年より順次練習室に改装した。現在、1.2階には、計13室の練習室が設けられている。残響調整設備を備えた館内のホールは3階に、ある。500人クラスの収容規模を有し、様々なジャンルに対応するため、多目的利用を前提に設計されている。これは小規模な芸術活動が多かった。 当時の状況においては適切な規模であったが、その後大規模な活動団体が増加し、また隣接する前日の公開堂が老朽化するなど数々の問題が浮上し、専門ホールの必要性が問われ始めた。この専門ホールは1998年、新潟市民芸術文化会館の会館によって、実現し、音楽文化会館も同会館の会館と同時に、 白山公園の園内施設の一つとなった2000年に大規模改修を行い耐震補強やバリアフリー化が施された白山公園も合わせて参照ありがとうございます